おかさん証券投資情報部内山です。今回は新ニーサが始まる2024年も後輩投下部に注目というテーマでお話をさせていただきます。2024年1月から新ニーサ制度が始まります。従来のニーサ制度と比較した主な変更点は年間投資枠が大幅に拡大されること、また非課税保有期間が無期限化されること、 そして年間投資枠の再利用が可能になるという3点と考えられます。現行 n i については利便性が低いとの評価もあったため、制度改正を契機に個人投資家の日本株売買が活発化していくことが期待されます。新 n i 制度が及ぼす日本株への影響を検証すると、2024年から28年末までの5年累計では、基本ケースで約3兆円、 年平均の輸入額では単純平均で約0.6兆円ほどのネットの資金流入が見込まれる計算となりました。基本ケースでは日本株市場を力強くけん引するほどのインパクトは出ないと考えられます。ただし、新 NISA をきっかけに個人投資家の投資熱が一段と高まる強気シナリオを検証すると NISA 座での買い付け総額は5年累計で約51兆円。 うち日本株の買い付け額は約20兆円、ネットでは約9兆円の資金流入が見込まれる計算となりました。単純計算では年間で約1.8兆円のネットインフローとなり、時給面で一定の支えになると考えられます。一般ニーサでは配当利回りが高い銘柄が先行されました。そのため新ニーサでも高配当利回り銘柄が先行されやすいと考えられます。 高配当で株主優待がある主力銘柄や投資の活発化が期待されるご当地銘柄などに注目したいと考えています。それでは順を追ってお話ししていきます。2014年から始まったニーサ制度での各種データをスライドにまとめました。2014年から2022年までの年間の平均口座増加数は約122万件でした。 また、年間買い付け総額を総口座数で割り算した口座当たり買い付け額は、同じ平均で約27万円。そのうち上場株式ウェイトは約4割を占めました。ニーサ口座では買い付けだけではなく売却もあります。例えば、2022年は約4.5兆円の買い付けに対して、約2.7兆円の売却があり、ネットでは約1.7兆円の買い越しとなりました。 ネットの買い越し額が買い付け総額に占める割合を買い越し比率とすると2014年から2022年までの平均は44%程度となります2023年6月末時点のニーサ口講座数は約1941万講座でした23年末時点の同講座数を1950万講座と仮定して 24年1月から始まる新ニーサの下で年間講座数が122万件、講座当たり買い付け額が約27万円、上場株式ウェイトが40%、買い越し比率が44%と22年実績と同じ状態で続いた場合を基本ケースとしてシミュレーションしたものがこちらです。 口座化増率が50%の前提で、ニーサ口座での買い付け総額は5年累計で約16兆円となり、うち日本株の買い付け額は約6兆円。ネットでは約3兆円の資金流入が見込まれる計算となりました。単純平均では年間約0.6兆円のネットインフローですので、まあ、基本ケースのような流れになる場合は、日本株市場を大きく変動させるようなインパクトにはならないと考えられます。 ただし、新妊娠をきっかけに、個人投資家の投資熱が一段と高まる推族シナリオというのも検証する必要があると考えています。例えば、金融広報中央委員会の調査では、日本の個人投資家のリスク許容度というのは、ここ数年で上昇していることがわかります。また、日本証券業協会の調査では、特に20歳以上、40歳未満の層の株式保有比率が、 上昇傾向にあるということが確認できます。2023年の日本株市場は、投資家によるいわゆる PBR 改革が企業、投資家双方に浸透したことや、バフェット効果などもあって、日経平均株価大幅上昇し、メディアでも注目されました。2024年はこうした材料がより強化される中で、個人投資家が日本株市場を牽引する流れも想定できそうです。 年間口座増加数と口座当たり買い付け額を先ほどのシミュレーションから2倍にし、口座稼働率を70%にしたものを強気ケースとして試算したのがこちらです。ニーサ口座での買い付け総額は5年累計で約51兆円となり、うち日本株の買い付け額は約20兆円、ネットでは約9兆円の資金流入が見込まれる計算となりました。 単純平均では年間で約1.8兆円のネットインフローとなりますので、時給面で一定の支えになると考えられます。当然ながらこちらはシミュレーションであるため、今後大きく変動する可能性はあります。ただし、日銀の資金循環統計によりますと、家計金融資産のうち53%は現金、預金となっていまして、その金額は1117兆円となっています。 わずか1%が株式市場に流入するだけでも相当のインパクトになる計算です。個人投資家が主体となって日本株式市場が新たな次元に向かう可能性というものは考えておきたいところです。では具体的な物色先はどういったところになるのか。こちらは2022年に日本証券業協会が公表した一般ニーサでの買い付けランキングです。 主力株を中心に配当利回りが高い銘柄が先行されたことが伺えます。制度設計も踏まえますと、新任さんの下でも配当利回りは、個人投資家が銘柄選択を行う際の重要な判断材料になると考えられます。スライドの方では、時価総額2000億円以上、最低投資金額が50万円未満、予想配当利回りが3%以上、 株主集体がある主な銘柄をまとめました。ぜひ参考にしていただければ幸いです。一方で、新 NISA をきっかけに初めて投資を行うような人というのも増えていくと思われます。長期的な地域貢献などの観点から、生まれ故郷やゆかりある土地で活躍する地元企業への投資というものも活発化していくことが期待できそうです。こちらの方では、時価総額300億円以上。 最低投資金額が50万円未満、予想配当利回りが2%以上の主な銘柄を求めました。24年以降の新たな資金フローが期待される広報銘柄として期待したいと考えています。今回は以上となります。ありがとうございました。